花火、こんなに近くで見られる部屋、本来なら旅行客が利用するべきなのに。何？打ち合わせは終わりですよね。部屋に戻ります。お一人ではしゃいでいてください。他の宿泊客の迷惑にならない程度に。明日は朝早いので、私の時間は私なりに有意義に使わせていただきます。あなたが起こしに来てくれるなら、お言葉に甘えますが。模範的な回答ですね。では、お先に失礼します。